東南アジアの廃車大手グラブは13日、スパック特別買収目的会社を通じて数ヶ月以内にナスダックに上場すると発表しました。スパックによる買収後の株式価値はおよそ396億ドル、4兆3000億円で、調査会社のスパックリサーチによると過去最大のスパック上場になるとしています。 グラブにはソフトバンクグループやトヨタ自動車などが出資しています。